そうですね、先制点挙げて、まあ逆転されたんですけど、まあ、ホームで、まあ、サポーターもすごい後押しがありましたし、まあ、アウェーで逆転されると、ね、難しくなってたと思いますけど、ホームだったのでいい雰囲気もありましたし、すごい、まあ、逆転できるっていう雰囲気もあったので、まあ、みんな冷静にプレーできてたかなと思います。まあ、そうですね、難しい角度でしたけど、まあ、狙ったところ自体にはボールは蹴れましたし、まあ、思い切ってああやって振り抜くことも大事だと思うし、まあ、キーパーのミスだったかもしれないですけど、まあね、ゴールはゴールなので、まあ、どのゴールも変わりないですし、まあ、また、ね、ゴール数増やせれてよかったなと思います。まあ、アウェーで、ね、アントワープはなかなか難しいと思いますけど、まあ、勝ち点1以上を、ね、拾えればいいかなと思うので、そんなに気負わずに、ね、いつも通りプレーしたと思います。